お疲れ様、です吉谷さん。確かに1000円のランチが3000円になったら、その店はちょっとやばいでしょうね。でも3000円になったら3000円になったで、3000クラスのランチを食べていた人がそこに行くんじゃないかなと思うんですよ。そのつなぎがね、ちょっと大変ですけどもね。でもランチ代を1000円っていうふうに決めて、1000円しか出せない人を相手にしてる以上、物価高には対応できないかなと思います。あのー、いいんですよ。 5,000円のランチ食べる人もいれば1万円のランチ食べる人もいるんでねうんだからある意味お客さんを選んでいかないといけない中でお客さんにあの見放されるのが怖くてね確かに商売ってそういうのはあると思いますけどもでも新ししいいマーケットののお客さんとの出会いをなくしてる場合がありますよね私もちょっと怖いのはあの偉そうに言うつもりないんですけども確かに1,000円のランチなんだけども ランクをを下げたものを仕入れれてくれるんだったらもういかないと思うんですよそれよりも1,000円が2,000円になっても2,000円が3,000円になってもクオリティを維持してねサービスのレベルが維持されてその店が赤字を出さずに続いてくれてる方が私はいいなと思うんでそういうことを考える方なんで自分が好きになった店っていうのは値上げをしても全然いくかなと思いますし行けるように自分をやっぱり高めていく方向ですね。うん でね、昨日から今日にかけてちょっとね本当にこう、うん、興味深い考察があるんですよ。まあ、というのがねあの今ちょっと入金の確認に銀行まで行ってきたんですけども7年ぐらい前から私の速課塾で頑張ってらっしゃる方が、まあ、あの自分で稼ぎるようになって独立してで会社も辞めて今自分の会社をやって法人のコンサル入ってるんですよ。 で、これが割と儲かってるみたいで、もう独立したんでね、塾を離れたんで、私の即課塾を。そこまで細かくは知らないんですけども、年に一回まとまった金額、お礼だっつって入金してくれるんですよ。もちろん即課塾の塾費用30万ってのはもう完全に支払い終わってるんですけども、いや、こうやって今日も稼げたのは塾長のおかげですとか言ってからね、年に一回ぐらいちょっとした金額入金してくれるんですよね。で、今日はそれを見に行ったんですけども、あ、入ってるなと。入ってる金額で、 えこんんんなに儲かってんのと思うんですよもちろん年商数億っていう形じゃないんですけども一人でやってる会社の割にはよくやってるなと思いますし法人コンサルをね今は最近は取り始めてその法人も稼がしてるし規模もでかくなってるんですよ。もちろん中小零細なんでねそんなにあの上場しましたみたいな会社にまでにはなんないんですけどもけど綱渡りみたいな借金を繰り返していたそういった中小企業をね どちらかというとコストカットした上で従業員をもっと募集しないといけないし設備投資をしてあの会社も広げていかないといけないよねみたいな感じになってるんでうまくコンサルしたなと思ってるんですよでコンサルの内容は IT 全般なんですよでそのコンサルはしてるんだけども作業も自分でやるんですよねその会社に入っていってただからその会社の社員みたいなもんなんですようん立派だなと思いました、まあ、これが一つの例ですねもう一つは あのもっと熟成のことを考えて指導しろみたいなね捨て台リフを言った挙句離れていった人がいるんですよ。<laughs> いやあの目先のね困難さってのありますよそれは。でも私が頼まれてるのは稼がせろっていうことだけだったんで稼げる道をどん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 紹介してねやってなければまあやらないと稼げないですよぐらいは言いますけどもなんやってないじゃないか何やってんだとか言わないわけですよ。うん、けどまあなんかね あの言い方が気に入らないいとかでね、うんまあ、言い方が気に入らなくても稼ぎりゃいいだろうと思ってるんですけどねでも実際稼いでるのに何が気に入らないんやと思いますよただ稼ぎの金額がちっちゃいんでね、うん、でよくねあの信頼関係がどうとか言うけどなんだとかいうのもあったんですけどもいや信頼関係はねあの別に相思相愛のこととじゃないよと信頼関係っていうんだったらこっちが期待してやってくれるだろうって思った課題を何回無視したんだっていう話ですしね で、片っぽではやらなくてもいいことをやって、そっちでお金使って、あお金がなくなりましたとか言ってからね。何やってんだよ。金がないからって言うんで、塾費を分割にしてるのに、みたいなところもあったりとかね。まあ、様々ですよ。まあ、全然恨みはないんですけども、人は瞬間的にそういうことをする時もあるんで、うん、別にねあの、結果的に稼いでくれればいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そっか塾じゃなくてもその人がね、幸せで豊かになったら全然いいかなと思うんですけども、うん まあどううななるのかなっていうこといこですでここでね一つまた同じことを言わなければいけませんけども稼げない人はいなくなる <laughs> 稼げた人はいなくなるんだけどもあの報酬で答えてくれるみたいなねお礼という入金があるというねだから両方良くなるのか両方なんか良くならないのかというところで私のやってることはね稼がせるためだけにやってると、うん、まあもちろん配慮はないのかもしれませんけどもね うん、でもそんなもんじゃないじゃないですかだって私が優しくしたところでねマーケットにはライバルもいるしお客さんもいるんでそっちの方を見ていかない限りはあのビジネスをしやすい環境を作るのは誰なんだって話ですよねうんまあでもね100人中100人が稼いでほしいですけどもねどうなっちゃうんでしょうかというというころでございますまあ誰がいようと誰がいまいと私は稼ぐし人を稼がせ続けることは変わらないと 吉さんも同じかなと思いいますいやでもね本当にね7年もね大したもんですよ、うん、特にバズらして有名になったわけでもないのにコツ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 やってますからね法人コンサルまで取るようになってねで法人コンサル取ったら今度はその法人の取引先の方まで行ってそっちの方もコンサルしてるみたいな、うん、すごいと思いますやるやつはやるなぁとうん だから、速化塾に依存してないですよね。速化塾がなくったって稼いでしまうとね。すごい。私は速化塾がないと稼げませんから。<laughs> そんなことないから。まあ、あの、ドリームアカデミアも、いってらっしゃい。<laughs>